スワンボートスワンスワンこんばんは。 DMM で見てたサイドポニーからあんたいい感じ。たこ焼き焼けた。コジニーさんと YouTube 見ました。ありがとうございます。こんばんは。なあくん、こんばんは。恋愛話待ちきれないね。明日やばいんですよ。もう投資リハなのでやばいです。もう今日は徹夜です。ゆなくん多分ね史上最強にね忙しいんですよ。こんばんは。ゆっくんは、うん、頭パンク。どうだ、すいません、全然気にしないで。あとさ、インスタのさストーリーでなんかゆなにメンションして質問みたいの送ってくださる方いるんですけど、あれ最初の時は無視したら申し訳ないなと思って返したりもしてたんですけど、なんかやっぱトラブルとか不公平感あるみたいで、なんかトラブルとかもトラブル防止のためにちょっと禁止にしていこうかなと思うのでご了承くださいませ。こんばんは。いや、なんか DM は返してないんですけど、なんかストーリーの質問みたいなやつ、なんかメンションしてユナに質問で送ってくださる方がいてて、こんばんは、こんばんは、お疲れ様、ありがとうございます。ランナーさんに最高でした。ありがとうございます。インスタの投稿はいいねしに行くので、こんばんは、メンションじゃないわ、タグ付けしてくれたら。ランナーこんばんは。こんばんは。だから今SNS でそういうのやってるの、まあ今日ストーリーは見たりするの、見たりするのはする。ストーリーもあの質問とかじゃなくて普通にあとメンションしてくれたら見るは見るのであげてくれたら嬉しいです。こんばんは。最近僕もローカルアイドル見に行ってますけどいろいろ大変ですね。そうなの。24日久しぶりに何位が見えなく見れる、楽しみにしててください。こんばんは。タイムボムボム聞いてくれましたか。いつもストーリーメンションして見てくれてありがとう。もちろんだよ嬉しい、かわいいの。ゆっくん誕生日まるまる。ゆっくんはね誕生日ママぎゅーしてもらうんだ。スパークシュウチさん、ハートありがとうございます。こんばんは。タサツさん、おテータの T シャツ見えてるか、ありがとう、来てくれて。こ
これからピヨコマガジン力入れて、本当？今回ありがとう。何々はどこに差し込む？みんなちょっと難しい漢字使わないで。でも最後の一枚だ。セーフセーフ。こんばんは。あの生誕展にしてよかったわ。このマスケ部見せてよかった。ありがとう、嬉しかったよ。通勤中タイムボム繰り返し聴いてる。めっちゃいい曲じゃない？タイムボム。ちょっとって来たまま名古屋帰ってるの強っ。こんばんは。アイロンかけて溶けるのかな。溶けないと思うよ。普通にプリントをしてるか、あれだったらなんかナイロンっていうかな、ハンカチみたいな。ろうそくってそんな感じするんだ。こんばんは。今日の中短ボーもずっとループしてきて嬉しい。じゃあ100回聞いたも嘘じゃないんだ。コルクおいさんもありがとうございます。犬いないよ。怖い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 。犬こんばんは。ママがワンワンとかって、あ、生誕って余裕を押したくない。最近ピヨ活で、いやいやいや、もうね、ツイッターとか SNS とかにね、いいねとかコメントとか、もう上目のね、返信くれるだけでピヨ活になってないますので、安心してね。ポニーテール、サイドポニーテール、ひどい。最近ピヨカツしてません。飲み方なしてます。もう嫌だ。認定しやっとかさ、なんかね、不具合で遅れてたみたい。お待たせして申し訳ないです。あれ、みんなあんまり認定証認定してくれてないなと思ってた。こんなことが起きてたんですね。こんばんは。ちゃんと見ています。嬉しい、ありがとう。サイドポニーテールよ。サイドだよ。高い曲止めたって。次こそ選抜に入って、多分選抜、自分の選抜の曲だ、自分が入って選抜の曲だったらさらに嬉しいんだろうな。次こそは
頑張る理由。そう、左右大事。どうもどうも。公園でトドトド聞いて選抜やなって思った。どういうこと？いや、なんか選抜なら、だってだってみたいな可愛い曲がいいな。あ、お姉ちゃんだ。ちょっと待って、その中の服ユナのじゃない？今日それ着てハロウィン。ハロウィン？あ、ユニバ。そうなんだ、ユニバ行ってたんだ。すいません、勝手に借りました。大丈夫、ユナも勝手に借りてるから。バッチリ叩かなさい、叩くって。なるほどね。しんのすけのすけさん、ケーキありがとうございます。仲良し。お姉ちゃんは世界で2番目に好きだからね。1番はマミとビオラさん。だからお姉ちゃんは3番目か。こんばんは。お姉ちゃんには勝ってる。せっことせっこと。だいぶゆなくんが一番やさかい。やさかい、さかい。嬉しい。わっ、コロくんケーキありがとう。早速生誕って来ました。寿命につく。おい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 。さっきさ、あの、汚れるのは嫌なので生誕って切れませんって方と真逆やないかーい。ジムってもうよ伸びまくっちゃうやんか。コトちゃんハートありがとう。今日はね、ちょっと本当に申し訳ないんですけど、練習がもうね、どっさり残ってるので、ショールームはそろそろ終わりたいと思います。またゆっくりしますのでね、ごめんなさい。頑張ります。あ、いや、ケーキありがとう。こんばんは。10歳のりてずさん、12ぼうしさん、11とりおじさん、12りょうぐ45さん、けいひーくん、7ぴろぴろしたんさん、7スパークしょういちさん、6いのはらしんのすけのすけさん、5ゆにゃてしくん、4ことちゃん、3三十郎さん、2茶太郎さん、1コロくんでした。ありがとう、コロくん。
チュチュチュ、ありがとうございます。生産って良かったし、ナナの限度にナナのレベルが上がったり期待するなって嬉しい。こんばんは、ファンライブトラベルさん、ファイトありがとうございます。今日もね、朝からコンサートの練習だったので、こんばんは。そうなの、途中でさ、爪が半分折れちゃって怪我しても手曲げれないぐらい痛くなっちゃったから、ちょっとごめんね、心配かけて。しんどかったわけじゃないんだよ。お疲れ様でした、ありがとうございます。こうグーした時にも、今回のリハね、あの曲数がね超多いんですよ。120曲だから、バキチャイチさん、ありがとう、ありがとう。くれぐれ無理のないようにしてください。ありがとうございます。こんばんは、ポニテカイ、ありがとうございます。またいろいろコンサートのことは終わってから喋りたいと思いますので、はい。そうそう、120曲と12周年でかけてるみたいです。無理しても、無茶しない、はい。いや、それ本当にさ、めっちゃ思うんですよ。なさ、高校の時さ、めっちゃ急いでさ、自転車に乗ってさ、遅刻しないようにさ、こんばんは、たまにさ、ゆっくりさ自転車こいでたらさ、あれ、なんかね、まあ大体ね電車の乗る距離だったんですけど、たまにね運動と思って1時間かけてね、で自転車で学校行ってた時あったんですよ。1時間こいでるとね、日によっての遅かったりして、やばい遅刻しそうみたいな感じでさ、パーってめっちゃ全速力でさ漕ぐじゃないですか。けどこれでさ、怪我して事故でもしたら、本当に元も子もないなんじゃないけど、本当に健康第一じゃないけど、それは本当に思います。だってね、遅刻しないために無理してさ、あーってやってなので皆さんも急がば回れてちょっとこのリハとかと意味はちゃうかもしれないけど、まあ怪我だけはしないように、当日最高のパフォーマンスをねお届けできるように頑張ります。皆さんも体調には気をつけてくださいね。ありがとうございました。最後まで見てくださり、バイバイ。最後にスクショタイム。